2月21日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK! コージーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花です日本放送飯田浩二の OK! コージーアップこの後8時まで生放送です あのー、私、その大田区とか品川区のあの辺の境目の辺りのですね、うん、海沿いに住んでるんですよ、はい、でそうするとねあの夜とかって結構、ゴーなんて音が聞こえてきたりして、うん、風向きによってはあの羽田空港の音って聞こえるんですよ。おーでゴーっていう音はね多分あの飛行機着陸した後にあのに減速するじゃないですか。はいはい、でそのの時にまああのエンジンジ 空気の流れを変えてうん、うん、でそれであの、まあ、逆運車とは言わないんですけれども、あのー、スピードを落とすっていう,うん、うん、その時に結構大きな音が出るんでその音が聞こえてくるんですけどここのところはね先月あたりはまた別の音が聞こえてくると、まあ、あのご存知の通り羽田の新ルートっていうのはです、ねえあのー、それこそ新宿あたりそして渋谷あたりの上空から山手通りの上をちょうどこう通っていってで、えー、大井町のあたりを越えて羽田空港 に至るっていうですね。いや、そうすると結構あのー、私は近所に住んでる人たちなんかもこう動画で収めたりなんかして見て見てこんなに <laughs> こんなに大きく映るのなんつってであのー、結構ねみんな驚いたのは大きく映るのもそうなんですけどひっきりなしにやってくんだよね。あ<ー>私あのー、この飛行機が今どこにいますよっていうのを地図上にプロットされるや<い>な顔すんだい,いやな顔してないですよ。<laughs> なんかいつも見てるなと思ってあのフライトレコーダーって言うんでしたっけ？フライトレーダー。フライトレーダーか。そうそうそう,そう。いつも見ていてニヤニヤしてる。 あれを見るとさ、はい、羽田空港に向けて点々と飛行機の列が本当押すな押すなの順番待ちをしてるんだけどあれすごいんだよ3分に1機ぐらいだか来るんだよラッシュアワーというか実感として、ね、本当にそうかわかんないんだけど<ー>だそうすると、ね、その辺操縦してる人たちの緊張感もそうだろうしかまあ下から見てると音とかその大きさもあるんだけど、うん、何しろやたら来んなって言ね。<laughs> こんなに混んでたんだっていうことがわかるんですけど、あはい、まあその辺本当操縦してる人はどういう気持ちなんだろうというのをですね、うんうん、今日はこの後、えー、6時、15分過ぎですね、えー、特集コーナー、千葉田のニュース、意外な裏側、羽田空港の新ルートについて、えー、ジャンボジェットを操縦していて世界一という方にですね、ちょっと電話をつないでインタビューをしてみたいと思いますので、はい、ぜひこちらもお聞きいただければと思います。 さあ長官各地入ってままいりました今日の注目ニュースピックアップいたしますが今日の一面トップはクルーズ船のお,お客さん2人が亡くなったと、えー、いう昨日流れた速報一面トップですね、えー、これが日経以外は全て一面トップとなっております。 まああのダイヤモンドプリンセスの乗客だった日本人の80代の男女2人がウイルスに感染して死亡したと読売新聞一面はあ新型肺炎クルーズ客2人死亡80代日本人一人は持病なしと、えー、いうことが書いてあります。あのー、男性の方は気管症があったということでありましたが女性に関してはあ持病がないというところだったんですが、えー、横浜港に寄港してすぐまあ下痢発熱の症状もあって。 仙、えー、内で医師の診察は受けたんですけれども、えー、検査までは少し時間が空いたというあたりも言われております、まあ、その後、下船をして入院をして、えー、陽性と確認され重症化してしまったということ。 まあこれあの発熱が5日あだったと男性の場合は発熱は10日だったということですけれどが、まあ、そうすると潜伏期間を考えると、えー、横浜港に寄港して再検疫を開始するより前に感染した可能性が高いということは言えるんですが一方で、えー、船内で作業していた厚生労働省だとか内閣府内閣官房の職員が、えー、感染したということも昨日、伝えられてますので、えー、そうすると上 乗客の,、まあ、あの検疫、隔離とそれから乗員および中のスタッフのリスク管理というものが、えー、どこまで、えー、うまくいっていたのか、まあ、乗客に関してとだからその辺が別々だったのかどうなのかとか、ねえーえーまあ、あの試行錯誤を繰り返しながら徐々にいい方向に向いていったんだというようなことを中で活動されていたお医者さんなんかも指摘はしているんですけれども、まあ、その初期段階で えー、修正が効いていなかったときにどこまで感染が広がってしまったのかどうなのかとこういうあたりは慎重な、えー、検討が必要なようです。まあ、あの国立感染症研究所が昨日、おととい19日付で、えーえー、船内でどういったあ感染者の拡大の推移があったかなどについてもですね詳細なレポートを出していまして、まあ、それによると乗客の方々に関してはある一定程度その隔離というか えー、若干、移動の自由などを制限をするという、まあ、介入をした成果はあったと見られるということが、まあ、科学的に、えー、数字として出ているんだということが出ておりまして、まあ、そうすると、まあ、その乗員だとかスタッフ部門とお客さんというのはまたこれ切り分けて考えなければいけないのではないかと、まあ、もちろんそれも一体としてどこまで感染が防止できたのかというのはあるんですけれども。えー、でこれはの 私も微力ながら取材をしておりまして昨日もちょっと、えー、官邸の方の中枢にいる方とお話をしたんですけれども、まあ、日本は何しろ薬の面 っていうのも結構いろいろとこう今までも投資をしてきた部分があるし、えー、いろんな可能性のある薬というのはあるんだと。で、えー、特にそこで、えー、一つポイントとなってきそうだというのがですね、アビガンという薬なんですね。で、えー、これ、アビガン城というもの、2014年に富士、えー、フ,フィルムが え、えー、開発をしたと、お富士フお、ルームと富山科学工業というところが共同開発した、えー、もので、これあの、お病巣を叩くというものではなくって、こう、ウイルスだとかがこう繁殖していく、増殖していく、その増殖を く止めもともと、ね、は、抗インフルエンザ薬、まあ、新型ウイルスに対してとか、あるいはあのエボラ出血熱にも対応が効くんじゃないかというようなことが言われていたんですが、な、ま、ん、あ、といってもその増殖を止めるということであれば、えー、他のウイルスであっても増殖の部分を止めるという作用は同じなんだから、これがひょっとしたら今回のコロナウイルスでも効くんじゃないかというようなことが言われているようであります。 もしこれが治験で証明されれば日本が世界を救うというようなことにもなるということでかなりこれ期待をされているそうなんですねただ、あのー、こう細胞分裂だとかその増殖の部分ををに作用して止めるものですから、えー、そういう意味ではですね、例えば、あのー 最も人間の細胞が分裂しそして増殖していく過程というのは胎児が大きくなって育っていく過程なんですねだからここに作用してしまうと可能性としては危険の可能性というのが副作用としては指摘されているだから若い人に投与すると後々の副作用というのが非常に心配されるんですが今回のコロナウイルスは高齢者の死亡率が非常に高いということも合わせて考えるとですねこの薬非常 に有望ななんじゃいいかととうことも言われております、まあ富士フェルムはあの新しいこのコロナウイルスなどの試薬の開発などもやってるとこういうことも合わせるとこの辺に資源の集中投入というのを行ってそうするとその辺はまあ,あの今最前線にまさに日本はいると考えていいそこで 全てがダメなんだっていうふうになるなってしまいがちなんですけれども一方で、えー、こういう技術の部分というのもあると希望というのも全くないわけじゃないというのをですね、えー、指摘しておきたいと思いますコロナウイルスについてっていうのはいろいろ頂い,いてますので後ほどまたメールなどもご紹介していきたいと思います あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしています、えー、今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです、まあ、新型肺炎について、えー、乗客クルーズの乗客の方が亡くなったそしてアメリカの保健当局は日本に対して特航注意の情報を出しているなどなど、えー、その辺も取り上げてまいります、まあ、これについては、ね、メールやツイッターもたくさんいただきます恵比寿の黒沼さん、えー、うがい手洗いだけでなくできれば洗顔もした方がいいらしいですねと、まあ、あのー 我々として実生活で備えられることっていうのは手洗いだとかあるいは消毒だとかっていうところ、それをこう徹底する靴の裏なんていうのもポイントになるっていうのはね、えー、これ SARS の時に香港で実際に、ええー にアルコールを染み込ませてそれを玄関に置いといたっていうのがかなり対策としては有効だったというような知見もあるそうでありますシンガポールなんかではあの集合住宅の入り口でそういうものをこうつけたりとかしているっていうねいろんな工夫っていうのは現場現場であると思いますのでその辺も、えー、お寄せいただければと思いますオープニングでも話しましたが今日の意外な裏側半田空港の新ルートについてであります 東京都心の上空を行き来する羽田空港の新しいルートの運用が来月3月29日から始まりますこの新しいルートのメリットデメリットについて元パイロットの方にお話を伺いましょう日本航空の元機長ジャンボジェットボーイング747の飛行時間世界一として表彰された航空評論家杉江博さんと電話がつながっています杉江さんおはようございます おおはよようございいいまますすろししく願たさあこの新ルート、まあ、いろいろね、ニュースで出てますが、まずメリットというか、これ、どうして、えー、やろうと政府はしてるんですかね。えー、これはですね、えーあのー、首都圏の方にですに、ね、はいえー、経済的なあ、国際的な拠点をです、ね、移したいという。 ま、政府の考え方で、インバウンドを、ねはいえー、羽田空港にもっと誘致しようと、特徴的なことは、今回の政府の,この誘致はです、ね、え<っ>海外の国や航空会社から羽田が便利だから、もっともっとそこを使わせてくれというんじゃなくて、うんはい、日本政府の方がどちらかというと、<あ>外国の航空会社にもっと羽田重視してくださいと。 現実に今、あのどういうふうになっているかというと、ええ成田空港にはビジネス客や、ああイールドで、まあ実習単価の高いお客さんを乗せた、はい、あ主力便、国際線の主翼便をは田にどんどん増やして、うんで成田空港には、はい、観光旅客団体旅行とか FCC、はい、とか、まあ、比較的運賃の安い、えー、便をそっちに振り分けると、まあ、こういうことを今、やって。 なるほどえ、じゃあその意味では、そのお観光客4000万人に増やそうみたいなことを言ってますけど、その数の部分は成田りにり任して、質のいいお客さんを花田に持ってこようとしてるっていう理解でいいわけですか。 あの、両方で増やすんですけども、実は今回の計画で、はい、あの3万9000回増やすということを言ってるんですけども、実際にこの北から南に離着陸する、はい、この都心の上を飛ぶコースで、はいえー、増便のお たのの増加分って1.1万回で、これはあの羽田空港全体の2.5%ぐらいの増便でしかないんですねあそんなに数としては多くないというか、あれなんですね、そうなんですで<っ>で、それにもかかわらず、どうしてまあこういうことを、まあ、ご存じのとおり、騒音の問題とか、はい、安全問題とか、いろいろいっぱいありますよね、えー、なのになんでそんなことをしなきゃいけないのかと。えー、これが今あの,今あの まあ住民の人も含めて、一体なんだろうと、ええええで、私は思うに、ですね、はいあのー、もうすでに日本の政府がどんどん羽田に来てくれって言ってるんですから、うん、デルタ航空がこの春からすべてを成田から羽田に移すと計画発表したんですね。そ,うそうと 他の航空会社って、だってうちだって、それは羽田の方がより便利で、お客さん乗るんだからって,ってーオーストラリアとか、欧州とか、はい、そういう航空会社もみんな今、羽田に来させてくれて言いだしたんですね。えー、で、もしそうなって、多くの航空会社の主力除染がみんな羽田に来たら、はい、これ、今回の1.1万回の増便枠ではとても、 もうすぐにパンクしてしまうんですよ。なるほど、なるほど。じゃあ、もっと増やさなきゃいけないっていう,う,にう,、えーう、今回の計画っていうのは、何もオリンピックまでじゃなくて、その後もずっとやる計画なので、はい、でそうなってくるとですね、はいえー、もっと発着額を増やすために、えー、今のシーカーソロの沖合に、はい、第5の新しい滑走路を作るって話がもう出てるんですねえもう一個作るんですか、その話が出てます。 そうなると、これは、まあ、あの本当かどうかは分かりませんが、うんうん、新しいあ滑走路を作ると,ると、莫大な建設利権が絡んできますよねあ,、まあ、あそこ、もともと海だったところにもう一個作るわけですもんね、の先だとでも,うでもう一つは、東京都の小池さんも積極的なんですけども、はい、やっぱりこの羽田にそういうお,お客さんを持ってくるということは、首都圏に。 カジの含む I.R. を誘致したいんじゃないかと。ああ、プライベートジェットとかそういうものも発着できるように枠を増やすと。ええ でこういう話が水面下でかなり広がってるんで、やっぱり、えー、国としてはあの、本当のところ、目的を、やっぱり丁寧に国民に明らかにする必要があると思いますね杉江さんあの、操縦された立場からお伺いしたいのが、都心というか、都市部上空をこう飛行していって降り,降りていくと、まあ他の空港でもある程度あるようなことだとも思うんですけれども、羽田はやっぱり特殊なんですか、これは。 そうですねも,う、まあ、あのもちろん、もうどうしようもなくて都心の上を通る都市もありますけども、えー、羽田はやっぱり、はい、あの特殊、もう非常にあの人口密度が高いとろなんで、はいまあ、このような空港はほとんどないですね、それであの、まあ、今まで長年、羽田空港は上空飛ばないという自治体との約束もあったようで,ですね。 で、あの海外見渡すとですね、ええ、やっぱり手狭になった空港のために、郊外の方に第二空港を作りますよね。はい、で、そういったところから再び長距離国際線が、うん、都市部の空港に戻ってくるなんていう、こんな例は一例もないんですよね。うん、なるほど。で、今回はそういう意味では、非常に世界でもまあ例がないんですけども、んで私はまあ、 あのそういうこともあるんですけど、失敗、はい、心配してるのは安全上の問題なんですね。えーえー、安全上の問題 2>,、はい、2つあります、1>, はい、1つはい、急に出されたんですけど、えー、皆さんご存じだと思いますけど、3.45度の急角度の進入なんですね、はい、降りていくときの角度の問題、もう1つは落下物の心配があるんですね、うんこれが、まあ、あの安全上の当面のお心配事なんです。 ああ、ツイッターでいただいてるのがですね、あのリスナーからの意見で、はい、ええー、昔香港の海拓ッっていうところの空港も、はい、本当軒先すれすれ飛んでて怖かった覚えがあるんですけど、あそこと比べてこの三点四五度ってどうなんですかって聞かれてるんですが、あ,あの海拓ッでも三点一度だったんですね。それで、そそれ以上世界の大空港はですね、千九百七十八年から三点ゼロ度が標準になってるんです。あ、あそんな昔から。で,で、あのまあ一般の方から見たら零点一零点二 この辺に上がっても大したことないだろうというふうに思われるんでしょうけども、これはパイロットのコックピットから見ると、今回0.5度ぐらい上がると、見方として横になっている滑走路が立ち上がってくるという感じになってしまうんですよ。 突っ込んでいくっていうか、突入するっていう、ああそういうイメージと考えていただいて結構なんですはあ、そうすると、結構なこう、高度でヒュンと落ちるぞみたいなふうに、どうです、ね、乗客としても最後の最後思うわけですね、これ乗客はちょっとわからないかもしれませんねああ。なるほど。で結局、このようなあの急角度の進入をやると、はい、一体どういう問題が起こるかというとですね、まず急角度ですから、なかなか速度が減りませんよね、エネルギーが。ああはい ですから、あの滑走路に一回、ドーンとバウンドすることが多くなるんです。うん、で、あのバウンドして、その後もう一回、ゴーアラウンドするか、あ<ー>設置するか、どっちか選択するんですけど、まあまあ、こんな訓練は誰もやってないので、なるほどそれで失敗しちゃうと、お尻から映っちゃうんです、ねえー、あ尻持ち事故というやつになる可能性もある、その例が、あのえー、去年の5月にロシアの、うん、ロシア機が、はいあ テレビでもよくやりましたけども、えー、着陸に失敗して、お尻の方から炎上して41人亡くなりましたよね。なるほど、そうかそうか、そのよういうリスクもとことがこう典型的な事故になってくるんですね。なるほど、わかりました。杉江さん、お時間来てしまいました。また、あの、近づいたら教えてください、いろいろ。すいません、今日はありがとうございました。えー、よろしくお願いいたします、えー。航空評論家、杉江博さんに伺いました。 次世代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。宮家さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。新型肺炎でクルーズ船乗客の80代の男女が死亡。 厚生労働省は昨日新型コロナウイルスの集団感染が起きているクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスの乗客だった日本人の80歳代の男女2人がウイルスに感染し死亡したと発表しました亡くなったのは東京都に住む84歳の女性と神奈川県に住む87歳の男性でいずれも入院先で昨日の朝死亡が確認されたということです 死因は2人とも新型コロナウイルスによる肺炎と見られておりましてダイヤモンド・プリンセス号の乗客が新型肺炎で亡くなったのは初めてです、えーまあ、あのクルーズ船から搬送された病院で亡くなったということがあります。うんねお これに関して、まあそのね、クルーズ船の中での対応がどうだったというようなことが言われておりますし、はい、今、速報で入ってきたのはニューヨークからの共同通信ですが、えー、カナダのメディアが伝えているところで、うんえー、このダイヤモンド・プリンセスから退避したカナダ人乗客を乗せたチャーター機が日本を出発したと。うん まあね、外国がどういうかっていうのはまあ後ほどお話することにして、私はあのこれ見ててね、あの批判があるのは当然だと思うんですよね。結果がこういう形になってるわけですから。しかし僕はあのあえてね言いたいことが一つあります。それはあのアメリカンフットボールの言葉なんですけど、マンデーモーニングクォーターバックっていう言葉があるんですよ。マンデーモーニングクォーターバック。普通あのあのアメリカンフットボールの試合って日曜日の夜やるんですよね。で翌朝ね、あの昼夜振り返って、まあハンたちがね、あの ーンデモニグですよね、はい。クォーターバックっていうのはあのあのボール持ってパスする人、一番中心になる人ね、はい、マンデーモーニングクォーターバックってのは、要するにき昨日のあれがだめだったんだよ、これがちゃんとやんないがら、あいつはだめなんだよこう言いたいことを言うと、うん、いうのを、はいまあ、マンデーモーニング、要するに自分はやらないんだけども、まああの批判はすると、<ー>まあそれはそれでいいんです、ゲームはね。し、うん、しかしね、うん、まあ今回。 できるだけあのフェアに考えなきゃいけないと思っていて、はい、じゃあマンデーモーニングクォーターバックさんね、はい、あの時あなたやっててできたですかと、うんね、だってじゃあ下ろす だけども当時は検査ができなかった、えーえー、検査できないのに下ろしても同じことでしょと、もしくは今度はねそれが、うん、うん場所をどこにするんですか、いろいろな限界があったと思うんですよね、はい、それでいって検疫は14日、2週間やらなきゃいけないとなれば、苦渋の選択だと思いますよやったのはね受け入れ施設を探そうよりも、うん、それこそホテル三日月で200人満たなかったけれども、あれがあった、その15倍どういう人たちかわからない。うん線 3700人、はい、それは無理だと思いますね。ですから、そういう意味ではね、いろんな考え方がある。だけど、私は、これ、行政と政治っていうのはやっぱり違うんだなと、つくづく思う。行政っていうのは法律通りやりゃいいんですよ、ね。だから2週間、ピシッと2週間。それで、できることはやるけども、できないことはしょうがないと。 ね、それで一生懸命やりましたと、恐、はい、らく検疫の担当の方はもう本当に徹夜でやったと思います、だけど、行政だけじゃだめなのよね、行政的に正しくても、はい、政治っていうのがあって、政治は結果責任だから、うんなん、どんなに一生懸命やろうがね、うん、結果、こうだったらだめなのよと、うん、こういうことになるわけですよ。うんはい、その意味では、どのような形でその何をすればよかったのかっていうのは、 あのー。 簡単に批判できるものでもないし、かといって、ちゃんと正しい批判をちゃんとして、そして次回は絶対にこのようなことが起きないようにすると、この2つをやって初めて意味があると思うんですね、ただ単なる批判だけだったら、僕はそれで終わっちゃうんだったら意味がないと思うんで、もちろんあの関係者の方、お医者さんがね、中心になってやられたのかもしれない、そしたら当然、几帳面、しっかりとやらなきゃいけないと思うかもしれない、だけどこ、のこのような非常事態では、もしかしたらです。 もう少し緩く柔軟に臨機応変に場合によっては法令すれすれまでいろんなことを考えないとということもありうたかもしれないそれが本当にできたのかでそれがその現場の人たちができるのかとい,ろいろ問題があると思いますよ、うん、今まだ事態が進行している最中ここでその悪者探しが始まってということになると一番痛むのは現場ですよそれだけは避けなきゃいけない。そういういことです おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです広がる新型肺炎アメリカ保健当局が日本に対し渡航注意の情報 CDC アメリカ疾病対策センターは19日 新型コロナウイルスの感染者の増加を踏まえ日本と香港への渡航に際して注意するよう呼びかけました注意レベルは3段階で最も低いレベル1の通常の注意が必要で渡航の中止や延期は勧告していないということです、えー、ちなみに中国本土に対しては最も危険とするレベル3不要な渡航を回避というところに指定しております まあね、アメリカは厳しいですよねあの、早い段階から中国からの受け入れをもう拒否しているし、はいでね、この後あと、えー、皆さん あのチャーター機に乗ってアメリカに帰るわけだけど、はい、一部の人はまた2週間やらなきゃいけないから現地にをねだからあの残った人もいらっしゃるってことですよね。しねアメリカよく考えてみたら、ね、アメリカどうするかというと、はい、まあいろいろ報道を見ていると軍の施設に入れちゃうんだよ、ねはい、2> で2週間出さないわけでしょ。うん、だけど それってなぜそれができるかなって考えてみたら、はい、あのちょっと驚々しい話だけども<い>アメリカは細菌兵器とか、うんね、それから化学兵器が使われた時にどうするかということでちゃんと準備をしているわけですよね、うん、もちろん日本にもあるだろうけど規模が僕は違うと思うんです、はい、ですからその種の人たちはちゃんといてい準備ができているもちろんこの,あのウイルスの中身はではわからないかもしれないけど最低限以上のものがしっかりとした施設があるはずで、はい、そこにおそらく入れるんですよね。うん、専門家は バッと集めるわけですよ。はい、で、これってなぜかな？で,できるかって言うと、2>, えー、2つ理由ああ目的が目的が理由があったとして、1つは国がしっかりと非常事態についての対応をですね、うんえー、準備をできるし。てる、はい とというこですよねそれができるかできないかでこのオペレーションができるかできないか決まると、もう一つ大事なことはですね国民がそれを受け入れている、それはもちろんね何百人か帰られた方の中にはぶつぶつおっしゃってる方いた、それはその通り私だって嫌ですよ、自由が束縛され船に2週間いてねまたアメリカ帰ったらまた行かないかかんん大変なだけれどもしし 最大多数の最大幸福のためというか、はい、やはりそこはみんな我慢するわけですよね、うん、だからそれをちゃんと受け入れる、つまり非常事態になったら、はい、基本的人権は部分的に制限される、うん、そして、うん、あのより大きな国益である国民の全体の、ねはいえー、福利厚生、もしくは安全、平和安全ですよね、うん、そのためにいろいろな措置を取ることについて、それを国民が受け入れている。 でででなきゃできなきいんですよ翻って日本に考えてみるとねあのまず非常事態っていうのはあのだって安全保障なんとか法だってできるあんな時間かかってるしス、えー、まイ防止法はないし、はい、いくらでもまだ法的に穴があるわけですよね。えー、でその穴を もちろんそのはあの病気のものについてはずいぶん整備されているとは思うけど、えー、でも必ずしもうまく機能してなかったですねしかも規模が全然違うと、はいうことは準備がまず国として非常事態についてどれだけできていたかという問題があるもう一つはじゃあ国民がそういうことを受け入れるかと、はいね、それがねやっぱりなかなか難しいんじゃないかなと。 日本の場合はまあ中国に近いということもあったんだけれども、えー、残念ながら中国からの受け入れでも地域的に限りましたよね。ということは残りは全部 OK ということですよね。だけどじゃあどうなの,あの北北京京から来た人だけど北京にも、うん 感染者がいたかもしれないですからね。今、封鎖されてるっていう話ですからね。でも、相当7億人ぐらいが移動の自由があんまりないんだっていう。あ中国の7億人。という話をどっかで聞いて、そんなもん、半分じゃないそうですよね、13億のお金。7億ったら、日本の、あれですよ、人口で5個分ぐらいあるわけですね。そうですね、5倍強。もしそれ本当だったら、すごいことですよね。今の中国だからできるんだけども、そうなると、 ちょっと日本と、うん、やっぱり他の国では国にもよりますけどね、はい、しっかりとするできるところとできないところが出てきちゃうなっていう感じがしましたねうん、まあ、そのあたりのこう危機感で、うん、まあ指揮者の方の中には、うんその、やっぱり根本原因はやっぱり憲法であろうと、その緊急事態についての条項とかがない中で、うん、どこまで権限が政府に対してあるんだということの議論、うん、ただそれをやろうとすると、この非常事態を乗じて、会見 を解約しようとするっていう批判がまた出てきてしまう,そう,そうでも僕非常事態をそれは憲法にで改正してね、はい、その条項を作ればそれは他の法律は作りやすいけどもええへへへこの憲法が、はい、あのいくら平和憲法なんだと言ったってでしょう、はい、非常事態 を想定してなないいわけんだからそも憲法が反対するような非常事態、そアメリカがやっているようなことは非常事態のことは今の日本の憲法でもできるはずですよ、法律さえ作ればいいんですよ、法律作ってないんだから、それを憲法なんとかととなんかぶつぶつ言って、自主的な議論もしないで、そして政争の具にしてきたんじゃないんですか。そとしたらね、やっぱり憲法問題とは切り離しをして、これは当然、国の安全、 安全保障の問題ですから、えー、別にの戦争をどっ発しめようとかそのぼ、武力行使しようとかいう話じゃないんだから、はい、あくまでも防衛、準防衛、しかも医療の世界での防衛をやるのにね、うんうん、なんでそんな話になるのかなと、私は思いますけどねうん、あのー、素朴な疑問なんですけど、うん、まあ防衛という言葉が出たんで、えー、それこそこれあの、自衛隊って自己完結の組織じゃないですか、最近、はい、兵器だとかに対してのこう、えー、知見もいっぱいあると。例えば防衛出動 <laughs> 敵がウイルスだとなかなかかこれいやーねー、えー、あの、僕はいつも言うんだけど、自衛隊は本当かわいそうだと思うんだよね。えー、だって、敵は本当はいるんだけど、はい、敵なんて言っちゃいけないし。あ、そうか。そもそも論としてね。ねそもそも論としてね <laughs>、はいで。戦後はあれでしょうが、あの、ゴジラ映画見るわかる、怪獣映画見るわかるでしょう。はい。自衛隊はですね、えー、怪獣としか戦わないのよ。 あしかも、シン・ゴジラのシン・ゴジラってそうでしょ。その、その怪獣と戦うにしても、どこに根拠があるんだみたいなことを、もうファイル抱えて、うーう怪獣じゃないの。本物が来るのよ。うんうん、だから、その意味ではやっぱりう、国民の受け入れの部分がねあ<ー>、うん、別にあの映画が悪いと言ってんじゃないんですよ。あ、はい、れあれでも面白かった。面白いったけど。はい、だけども、それとは違う世界のものが、やっぱり考え方として、発想変えなきゃいけない時期に来てんじゃないのって私は思うんですけどね。う えでは続いて2つ目こちらです、はい、EU が臨時の首脳会議を開催イギリス離脱の穴埋めが焦点か EU= ヨーロッパ連合は20日イギリスの離脱後初めてとなる来年2021年から27年までの7年間の中期予算の策定をめぐってブリュッセルで臨時首脳会議を開きましたドイツに次ぐ2番目の拠出国だったイギリスの離脱で生じる750億ユーロ日本円にしておよそ9兆円の規模の穴を埋めつつ気候変動など重要課題への予算をどう確保するかが焦点と見られております イギリスが離脱する、まあ、お金の面でも結構大きな穴なんですね。<う>こ,れこれね、穴を埋めるのは当然なんだけれども。はい この問題ね、こやっぱり会議は踊るっていう感じがしてならないんですよね、<ー>つまりね、もっと大きなピクチャーで考えるとね、はい、EU、それから NATO、うん、この問題がやっぱりあの大きく動き始めてるんじゃないかなって心配してるんです、この間、あのミュンヘンでね、はい、この毎年あの、安全保障会議って開かれて、えーはい、そこであの今回も、まあ、この3年、とってもトランプ政権になってからひどいんですけれども、アメリカと欧州の間の、 はい、亀裂というか、ええ、これ相当深刻なんですよね、ええ、今も、ものり合ってますからね、ねはい、ねそれでもう、ええ、同盟はしっかりしてるんだって、いやいや弱くなってんだって、いう,うフランスのマクロンさんなんか弱くなったって言ってて、まあ、そういう意味では、はいあの、まずアメリカと欧州の間で、 かななり大き問題を抱えているさらにですよさらに欧州の中でも大陸欧州とそれから島のイギリスみたいなそれ以外の欧州っていうのがあってそして大陸欧州の中でもフランスとドイツが実は決して最近よくないんですよね。去年 NATO の70周年の中式典があってロンドンであったらしいんですけどそこでレセプションかなんかあってねマクロンさんとフランスのそれからドイツのメルケルさんが。 なんんかのしりっってんだってだ<ー>それがなんか聞こえちゃったらしくてニューヨーク・タイムズに載ってるんだけど<ー>あのメルケルさんなんて言ったかというとあんたがぶっ壊したコーヒーカップこの粉々になったのを私が一個一個のりで直してるのよもういい加減にしてよあ、うん、きあきしたわってこう言ってんだよほ<ー>、うん、それはねやっぱりあのメルケルさんがそこまで言うかという感じもするんだけど<ー>実は相当あのイギリスあごめんなさいイギリスが抜けてねはい あの私は EU はなんとかなると思っていたんだけども、うん、実はあのフランスとドイツがしっかりしてればね、だからフランスとドイツがそういう状況になってる、常に仲いいわけないんですよ、あの隣での同士は。ういうある意味で、ある先生がおっしゃったんだけど、なるほどなと思ったのは、うん、イギリスはフランスとドイツの間をまあうまく取り持って、はいね、まあ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 ,まあと,、うん、と言って、この EU をまとめてきたんだと。うん、だから彼がが抜抜けけるるイギリスが抜けることの、まあ なんのインパクトってのは決して小さくないんだとおっしゃってました。はあ、うん、なるほどそうだなと。で、イギリスは実際に抜けた、うん、金の問題以上にね、はい、フランスとドイツがちゃんと、 一緒にやれるんかいとというところが私は非常に気になっているんですよねじゃマクロンさんが欧州軍作ろうだとか、うん、俺たちの核の傘でなんていうことを言うとそうそういちいちイライラするんですね、うん、っまたマクロンさんもできもしれないこと言うんだよねロシアと仲良くしてみたりね、はい、ちょっと心配ですよ<ー>、はい、その辺のバランスがはい、ヨーロッパ頑張ってちょうだいよ、うんはいえー、この時間外交評論家三宅邦彦,彦さんとお送りしてまいりましたこの後も日本総統一の方三宅さんにお付き合いいただきます 続いて教えてニュースキーワードです。白樹林発火に。 この方シラジュディンハッカニ氏はアフガニスタンの反政府タリバン反政府勢力タリバンの中で最も危険な武装勢力と言われるハッカニネットワークの指導者ですこのハッカニ氏が二0日のアメリカの新聞ニューヨークタイムス電子版への寄稿でアメリカと和平合意に調印すれば全条項を完全に履行すると約束すると明言し賛同の姿勢を見せましたタリバンとアメリカは七日間の暴力削減が実行 された場合、今月末にも和平案に調印するということです。ということで、まあ、これがうまいこと運ぶと、アフガニスタン情勢変わるのかの、うん、というところなんです。悪くなるでしょうね。悪くなるんですか。かもちろん、そうですよ。あ、これ悪くなるんですか。もちろん、そうです。だって、考えてみてください。はい。ね、これ、あの、ハッカーに勢力とかなんとか言ってるけど。はい,はい。はい。あの、あえて。 誤解を恐れずに言いますよ、反社会勢力があるとあたちある島があって、そこらではびこってる連中がいるとしまあ暴力団ですよね、その中で最も武闘派のおっさんがいて、でおまわりさんがやってきてね、やったけど、どうしてもだめだと、鎮圧できないと、おまわりさんどうするかってしょうがない、手打ちしようと、しかも最も危ないおっさんと手打ちをやって和平教渉。 交渉やって調印するわけでしょえ、はい、ねでそれで調印して、おまわりさんは出ていくわけですよ。そうですね。その島からね。はい。そしたらどうなるかって言うと、はい、最も悪い奴だから、こ<ー>んな協定、守るわけないんですよ。うん、<laughs> 守るわけがない。うん、もちろんやりますよ。うん、再び。再び。だってアフガニスタンをまともにコントロールできた国ないんだ、外国で。 ああ<ー>外からててそもそもねあのパキスタンからねアフガニスタンに入るところの山脈はヒンズクシ山脈って言うんですよ、はい、ヒンズクシヒンズクヒンズクシ、はい、ヒンズってのはね、ええ、あの確か何語かダリ語か忘れちゃったけどもうん、うん インド殺しって意意味味なんですよそうういつまりインドもなかなか入っていけなかったんですか、そこには。は、インドは大きな帝国がありましてね、アフガニスタンに入ってってね、まともに出てきた人いないのよ、つい最近で言うとといっても、ちょっと前だけど、イギリスがやって大失敗して、ソ連が侵入して大失敗して、アメリカが成功するわけないじゃないの。なるほど ええとなると、ええ、要するにあの中に入ってってやっても結局、ええ、まあ消耗戦になり、はい、そして向こうは戦いやめないしゲリラ的にずっと戦い続ける,るこれはアメリカの敗北ですよ。 うんうん、でもね、僕はそれ正しいと思うんですよ。っだって、ってイギリスができなくて、ソ連ができなかったことは、アメリカがやる、要するに、あのベトナムと同じですよ。ああ、泥沼がしちゃってと。まあねその、これも言っちゃ、身も負担もないんだけど、大変な場所ですからね、うんアフガニスタンは、はい、そしていろんな部族がいて、いろんな、えー、宗教があってね、その中で、まあ、あの狭い山岳地帯をみんなで、まあ、肩寄せ合いながらね、喧嘩しながらやって、はい。 生きてきてるところで、えー、部外者がね、はい、入ってってなんかいっかけ回そうとしたって絶対無理よ ただただバランスが崩れて、結局、それでなんだかんだ言って戦争があって、それでみんな疲弊するんだけど、結局、外から来たやつはみんな追い出されるとのう典型ですよね、ですから、そういうことを、なんでアメリカやったのかね、あそこにアルカイダていうのがあってね、9.11で、ニューヨークの攻撃した、ワシントンを攻撃した連中が、実はここにいたわけですよ。カンダハールってありましね昔はは僕前 話ししたかもしれないけどカンダハールにあの,、えー、あの事件の前に行って、ええ、そしたら、ええ、国連のおっさんたちが僕を街中連れてってくれて「はい、おーいあのなこの家この家がなこれからな、うん、おさまがな、うん、おさまが引っ越してくるとこや」うん、っていうおさま <laughs> 僕が知ってたから、あおさまビンラーデンでしょって、そうそうそう,そう,そう,そう、おさま来んだよ、こうすぐあれ、あの人、確か、あれ、確か、スーダンにいたんじゃ、ないいやいや、引っ越してくんだよ、今度って、それが、だからまあその、なんていうのう、サンクチュアリーというか、聖域になってたわけですよね、あ<ー>だから、それは攻撃するのは当たり前なのかもしれないんだけど、はい、でも、それのあと、じゃあ、あそこに民主主義を入れてね、大統領を選んでなんとかってやったじゃないですか。そうですね、はい、これがな あそういうことやったことない人たちだから民主的な選挙であるとかそういったこと民主的な選挙って,だってみんな部族であの分かれて、はい、地域で分かれてるから一緒になるのは非常に難しいわけですよ、えーえー、それをまあ一生懸命善意でやったのか善意か悪意か知らんけどやって、はい、やっぱり案の定、しっぺこいたというのが今回の悲劇。まあこれでアメリカとしてはもう 終わりのない戦争はやめられるのかもしれないだけどじゃあこれでアフガニスタンが良くなるか、うん、いいえ昔のままでございます。なるほどえー、白樹林八西今日西今のキーワーワドでした さあ,あのメールやツイッターいろいろいただいてますが6時台に羽田空港の,あの新しい,い,いルート、えー、着陸していく、ねうん、ルートについて、えー、専門家の方にも電話をつないでお話を伺いましたで、まあ、いろいろおいただいております居眠り師匠さんは東京北区の女性の方、えー、私もニュースで試験飛行を見ましたが、うんえー、あんなに引く飛ぶのかと驚きました大きくてすごく威圧感恐怖を感じたし何かあってからじゃ遅いんじゃないかとも感じました,、えーただ コロナウイルスの脅威でもしかしたらオリンピック期間中の訪日外国人客も減るかもしれないということになると繁華街飛ばすほど飛行機運航するのかということもいただいております。まあ結局そういうことも影響するかもしれないですね。うそうですね。まあでも、いずれは元に戻らざるを得ないでしょう、ねうん、さあ続いてはここだけニューススクープアップです。この時間の最後のニュースをスクープアップ。 アメリカの大統領選民主党のテレビ討論会にブルームバーグ氏が初参戦アメリカ大統領選の民主党指名候補争いで9回目となるテレビ討論会が19日主要候補6人が参加してネバダ州ラスベガスで開かれました トランプ大統領の17倍とも言われる6兆円の資産を誇る世界第9位の大富豪で支持率が急上昇中マイケル・ブルームバーグ前ニューヨーク市長が初参加し注目されたということですえーこれ あのメールもいろいろいただいてましてね、えー、横浜泉区さすらいの管理職さん49歳の方ブルームバーグ氏が登場しましたが、えー、ニューヨーク市長時代のような若さがない中でどこまで前線できるんでしょうか、うんえー、それからあてっちゃんさんは神奈川川崎市中原区から、えーまあ、この方は別の角度から若いブティジェッチ氏どうなんですかということもいただきましたがこれ、うん 宮田さん、どうご覧になりましたか、もうね、はい、どんぐりの正クラブじゃなくて、どんぐりがお互いに足を引っ張り合って、あら、はい。潰し合ってると。これで喜ぶのはトランプさんだけ。あそうですか。うん、もう見ててね、はいあの、全部見たわけじゃないんですけど、まあ、ハイライトでね、はい、もうコテンパ、古典版。 古典版でしたか古典版です。もうね、かわいそう。目が泳いじゃってるし。目が泳いじゃったらね。とにかくね、みんな辛辣だから、大金持ちじゃないですか。しかも78歳でね、いいお年だ。そして、まあいろいろね、78年も生きりゃあさ、いろんなことがあるわけ人生ね。だからまあ昔だったらね、何でもないジョークも、このセクハラになるわけですよ。もちろん、斜めの中ではね。だけどそれ記録が残ってる。で、彼はお金持ちだから、口止め料払っちゃうわけだよ。 バンバン契約するわけだ、うん、その契約内容見せろとかね、はい、むちゃくちゃですよあ<ー>もう見ててねかわいそうになっちゃったうんだからといってそのじゃあ彼に問題がなかったかといえばそれはどうじゃなくて、はい、やっぱりねワンマンでしょ<い>だからあの討論会初めて参加するのはいいんだけど、はい、全然訓練ができてないってみんな言ってたああそうですかうん<ー> ア,ア,ンアンディル・ヤングっていうあの、はい、つい最近撤退したあの候補がね、ねアジアの言ったけど、あ,のはい、あれ全然、ね、練習してねえんじゃないかと。練習の時もね、はい、討論の練習の時こう言っちゃだめだ、ああっちゃだめだって言ったらね、自分はよく聞いたと。うん だけどね、うん、この人は、ね、全然聞いてないだろうと、ワンマンだからと、<ー>だから全然進歩がないと、コテンパにやられるわけでしょ、はい、しかもしっかりとあのなんちゃうの反論もできなかったし、これね、残念ですけど、ちょっと難しいよね、あ難しいですかうんこ,こうなるとあの、民主党がどうやって勝つんですかっていう話になるんですよ、うそうでしょう。 まあ、2週間ぐらい前か。そうですね。ねはい。その段階で、まあ、今、ネバダでやってるわけだけど、はい、そろそろ突き抜けなきゃいけない人が出てこなきゃいけないんですよ。うん。ね。だから突き抜けてる人がいないじゃないですか。みんな足引っ張ってるんだから。はい、ね。で、ブズジーさんは、確かに、はい、えっと、アイオワと、はいう。それから、ニュハンプシャー。シャーではよかったんですけど、えー、まさに彼はあそこに、 投資したあそこにすべてのエネルギーを集中したわけなんだけど、うん、ネバダになると必ずしも今伸びてないですよね、まあ、あ<ー>彼が伸びればまた別なんですけど彼には彼で、はいろいろ経験不足とかいろんなまあ弱点があるわけで、うん、まあ要するにみんな簡単に言うと帯に短し辰キに流しって感じで。あ<ー>ね 突き抜けないんですよ。これ突き抜けないでね。今のまま見てると、どうもサンダースさんが勝つそうだっていうことになるわけだ。そうです。サンダースさんが勝ったらですね。絶対負けるよ。絶対負ける。本戦でという。ことだって、だってもう民主党の党としての機能が僕しなくなると思うんですよ。サンダースさんが行くってことになると、その党内の中道派の人たちがちゃんと支持できるかどうか。でそう、もちろんそうですけども、中道派の前にね、その。 やっぱり民主党にも主流派ていうのがいてうん、うん、今のいろんな議会にいる人とかね、はい、知事さんとかそういう人たちが、はいまあ、ある意味で、えー、メインストリームなわけだで彼らは実はスーパーデレゲーツといって、はい、特別大,大議員なんですよ。 勝てないと思ってるから、うん、とにかくなんとかあのサンダースを止めよう、止めようとしてんだけど、止まらないんですよ、はい、でサンダースがなったらね、これであのブルームバーガー、まあ、さらに独立候補で出たら、完全に分裂しますよ、そしたらもう笑うのは、はい、トランプさん。 うん、前回の,あのヒラリーさんとサンダースさんが争った時もそも特別代議員の人たちの投票で最終的にヒラリーさんが言ったので一般党員の支持は俺だっただろうってサンダースさんが言って最後までもめたそれがまたこの繰り返しもしくは勝つかもしれないあ<ー>勝ったら勝ったで、はい、そサンダース陣営はそれでいいけど民主党勝てんのかいと<ー>目的はトランプさんを倒すことじゃなかったんかい ってみんな言ってますよ結局、この特別代議員の制度も、そのあの左に寄り過ぎたえ候補で戦って、共和党に惨敗したときに反省してできた制度と。ですから、まあ、歴史を繰り返すのか、なんか知らんけど、ええこのままじゃ大変よ、民主党は。お共和党以上に。うん えー、今日のスクープアップアメリカ大統領選についてでありました、えー、このコーナーも含めて「ポッドキャスト YouTube ラジオ」タイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください